の足のサイズが違うじゃない。じゃあ奥さん、あの何か。いや今日は実にいいお天気で曇ってますな。何のご用でしょうか。いや、あの防犯協会のもんなんですけどね、こういうのを家庭販売やっとるんですよ。とね、グーでしょ。まあ押し売りや痴漢対策には抜群ですよ。どうです、お一つ。すいません、間に合ってますんで。そんな取れないこと言わないで奥さんね。うちじゃさ、かかと4ヶ月なるガキが腹すかして待ってるのよ。お願いしますよ、奥さん。ね、帰ってください。人呼びますよ。人呼ぶ？呼びだけ呼んでみろよ。旦那どうせ会社だろ。奥さん、ねえ旦那いたわけ？あの二人は好きだね、奥さん。そう、いるんならいるって言ってくんなきゃ。ずるいんだよ、ずるいよ。俺じゃまたの機会にしますから、よろしくお願いします。テッポラ顔って冗談きついんだよ。ねえ、二人の旦那、お前も人質の仲間に入ってもらおうじゃねえか。人冗談じゃねえよ。俺ごめんね、俺真っ平だ。俺殺してもらう。カド、素直に帰ってりゃこんな目に遭わずに済んだんだよ。ついてねえよな、まったく。道じゃカカとガキが待ってるってのによ。何の因果か知らないけど、おめえら三人と奥さんと子供が二人、それにこの俺、七人ががん首揃えてこの今によ。